司会を務めさせていただきます、爽やか五郎と言います。よろしくお願いします。そして同じく司会を務めさせていただきます、元モーニング娘。初期メンバー石黒彩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そしてツンツベ、この人なくにしては語れないでしょう、ツンクさん。そしていつの間にかレギュラーになっていた男、志倉千代丸さんです。どうぞ。よいしょ。どうも。いや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 、はいはい、いやすごいですね、年末という感じでございました。そうですね、はい、いやなんか思ってた以上に真面目な番組になってきてるんで、うん、そうですね、なんかつんくさんの悪ふざけの番組だと思ってたんですよ、はいはい、初めはね、意外となんか今日も本気な感じですよね。さて石黒愛が今日は来てくれまして、はい、そうでございますよ、ね、うん、ポジション的にはレコード大賞 の藤原紀香のポジションですから今日は、はい、そういうやつ来てきてくださいって話で、うん、はい、準備してきました、はい、だから我々は2人で坂山正樹ですからね。え、二人で、役割的には二人で正明さんという新しい、はい、ありがとうございます。お願いしますね、本当に、はい、どうですか、こうなんかこういますよ、うん、いや緊張感が漂ってて、はいはい、なんか自分が、はい、あの昔こういう風に、はい、あのつんくさんに選ばれる時って待ってる身じゃないですか、はいはいはい、それをね、もうね改めて感じて、はいはい、私の方がこうちょっと息苦しくなってきました、はい、なりましたが、うん、なるほど、もう17年前ですからね。そうですね、はい、時代がいろいろ変わって、うん、まあ、こうなってきてるわけですけどもね。そうですよ、今のアイドルはすごいアイドルもいますからね。そうですよね、はいはい、これが時代でございますよ。 あなたです、あなたです、振り返ってるあなたです。はい、いや実物版が見れて嬉しいです、はい、そうでしょ、はい、今回撮影にご協力いただいたのは浅草にある笑いの殿堂東洋館。元はフランス座として、あのビートたけしさんが腕を磨いたことでも知られる歴史ある演芸場だ。現在落語以外の演目を中心とした寄席を毎日開催。年末はスペシャル企画の特選寄席が。笑い納めは東洋館で。皆さんのご来場お待ちしてます。まあ、そんなことございましてね、はいはい、今日は盛り上げていきたいと思うんですけど、そうですね、うん、まず今日は一番大事な、はい、大賞をね、そうです、滑大賞を決めない、そうなんですよ、さあ、滑アワード2011、ここで滑大賞の選考方法を説明するぜ。今まで滑を盛り上げてくれたアイドルのみんな、そして関係者、スタッフなどなど、滑に関わったみんなで入れ札をして一番票数が多かったユニットが大賞ってわけだ。誰に入れるかはその後のパフォーマンスの出来次第。それじゃあしっかりチェックしなきゃね。ゲストに来ていただきました、はい、お宅組の皆さんにも来ていただいておりますので、うん、いろいろ感想とかですね、はい、聞いていただきたいと思います。そうですね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではベストオブツンツベ、ツンツベ大賞のノミネートされた皆さんに登場していただきたいと思います、はい、それではまず一組目はアップルテールの皆さんです。よろしくお願いします。関係者の方がですね、会場にいらっしゃってるということなので、お話を聞いてみたいと思います。今回はですね、はい、なんと前田美里さんのお母様に来ていただいてます、はい、いつも普段こんな感じの お子様なんですか。本当のなんかアイドル好きのオタクな、アイドル好きが急にアイドルになろうと親的には引き止めなかったんですか。全然いいよいいよ、はい、勝手になんかやっちゃったんで。あー、勝手にやった。いや勝手にではないです。原付の免許取るふうなにアフィリアサガイストの皆さんです。せーの、私たちは愛と勇気と魔法の乙女、アフィリアサガイストです。ノミネートされましたけども、もう超嬉しい、嬉しいよね、嬉しいですね。
あ、もうここまでで嬉しいと。もういや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 、なんだ今の沈黙は。できれば大賞を取りたいな、はい、できれば、はい。常に力を 100% 出し切らないところがいい。そうです ね, ねどうですか高橋社長、その辺は、うん、抜けた感じは、はい、まさしくその通りでございます。ほんまほんまもう無理なんだな。ツンツベツンクさんの秘蔵っ子ザ・ポッシボーの皆さんです。どうぞ。はい、ツンクさんの秘蔵っ子だったんですかね。ねえ、何にも隠してないからね。何にも隠してないから全然出てこないという、ね。まあ、阿部ちゃん的にどうですか、彼女たち見てて。衣装がすごい華やか で,、はい、で衣装褒めちゃったよ。衣装ですね。5人組で、はい、どういう立体感で来るの。立体感立体感立体 感, 立体感、ね、あいつ立体感言えばいいと思う。そうですね。もう最高にいい曲ですね。これ僕実はモーニング娘。のシングルに決まりかけてたんですけど、おそのタイミングたまたま違う曲にがタイアップで決まってしまったんで、これ僕ポッと浮き出たんですよ。あ、ほうほうほう、スッと持ってきたんですよ。あ、そうなんですか。じゃあもうすごいいいの弾いたってことですよね。運は持ってたんですよ。そうですよね、はい、頼みますよポッシボーね。ツンツベ正統派美少女ユニットラブリードールの皆さんです。せーの、いつでもあなたのお人形、私たちラブリードールです。よろしくお願いします。なるほど、お人形だったんですね。そうなんですね。で、あのユキリンがレギュラーで今出させていただいてるじゃないですか、はい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 、なんでそもそもユキリンがこれなんでなんですか。カリフォルニアで働けへんかな。なるほど、そっちなんですね。はいはい。
5組のユニットがツンツベ大賞にノミネートされております、うん、その大賞を決めるのはこちら会場にいる皆さんでございます、気になる投票の結果はアワードの最後に発表させていただきます。それでは続きまして大賞以外の部門の受賞者の発表を行いたいと思います。一度聞いたら耳から離れないフレーズが生まれました。ツンツベ流行語大賞の発表です。ノミネートされた皆さんはこちらです。ピュアなまま生き続けなければ、はい、芸能界ではやっていけないわけ。なるほどね、メイリー。はい、ピコーン。いや、出たメイリー。本番前の意気込みを。ピコーン。ピコーンには向けたくないですね。はい、ピコーン。ピコーン。メイリピコーン。いや、内山さんのスクール水着の後っていう、はい、スクール水着の後だったんですか。確かにそれは見たいですか。おーっと、そんな振りまでやってる。おーっと、おー、ほんとだ。これが見えたわけですね。いや、さすがミスター今崎。綺麗に焼けてます。綺麗に焼けてます。内山薫、見たいですか。今日は21世紀の北条政子かっこ仮にの仮が取れるように頑張りますのでよろしくお願いします。わかりました、はい、北条政子になりたいの。はい、21世紀の北条政子を目指してます。承久の乱に際して、はい、大勢の御家人の前で、はい、大演説を繰り広げるっていう。ちなみにもうちょっと張って喋れるんですよ。あ、そうなんですか。実は曽根ちゃん、21世紀の北条政子。お、JK が JK がいました。ピピピピピピピセンサーが反応しまして。ピピピだった。わかりやすく言って。はい、はい、ちょっと萌えピピピ。あ、美味しくなったのミルクピピピ。愛だた愛だたリランナ、朝からお外はおはきゅるりたかきゅるり負けないよ。おはきゅるりリナンナン、キュルリン。以上がノミネートされた皆様です。果たしてこの中から栄冠を手にするのは誰だ。はい、いやー、すごいことやってますね。そうですね、飛び道具ばっかりが5人並んだ感じでございます。本当ですね。もう一度その流行語大賞一言ずつスパンスパンスパンとちょっといただけませんでしょうか。はい、キュルリー。ありがとうございます。ピピピあのね、笑ってごまかすってこういうこと言うんですね。21世紀の北条政子です。素晴らしい声を張ることを覚えてきましたよ、見たいですか。はい、ありがとうございます。あ、よかった。1、2のピコーン。カメラさんどこだろう。ありがとうございました。はい、個人的趣味だったみたいですね。コメントがないという。ツンツベ流行語大賞の発表です。内山薫、曽根ちゃん、おめでとうございます。ツンツベ流行語大賞は内山薫と曽根ちゃんのダブル受賞。ツンクさんから特大萌えシールと株式会社リボンさんから副賞としてお菓子の詰め合わせが贈られました。やっぱりこの二人くん。思っても見なくて嬉しいです、はい、ありがとうございます。はい、今後とも頑張ってもらいたいですね、はい、ついにただの素人からここまで来てしまいましたけど、ちょっと適当につなげた言葉がまさかこんな対象になってしまった。でもね、実はすっごい計算高いんじゃないかとね。毎回センターにいるんだよね。そうなんですよね。気がついたらそれちゃんセンターなんですよ、うん、そうなんです。それでは続いての賞の発表に参りましょう。続いての賞は番組の中で不屈の闘志を見せてくれましたハッスル仕立て賞の発表です。かわいいね。踊ってみたというよりはなんか
本当に年末の余興って感じでございますけどもね。お子さん困ってました。ファイト。さあゴロ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 と。さあしかしここで、あっこれは見た。惜しい。惜しい。おお、18のトリプル。おお。ゴトゥン、惚れたぜ。いや、いいですね、でも会長は。いいですね。で俺ら中学生ぐらいの時にコインをガチャガチャガチャって言って出てくる本に出てきた。ビニールに入ってるから、ね。ビニールに入ってる。そういうことは言わない方がいいです。ビニール感。ビニール感。ビニール感って何？いいからいいから、私たちライバルアントキーです。よろしくお願いします。アイアパパイのレコーディングでまあズワーッと入ってきた時も、あ、そんなあの前の方になかったんですけど、すごくよく目立ってたんですよ。されてたけどな。以上がノミネートされた皆様です。果たしてこの中から栄冠を手にするのは誰だ。ハッスルしたでしょう。これは難しいな。みんなハッスルしてましたからね、誰が取ってもおかしくないですよね。それにしてもハッスルって言い方古いよな。あ、発表です。お静かに。七色ファンタジー。続いての賞は素人なのにレギュラー獲得と猛者ばかりです。ツンツベ素人新人賞の発表です。あれ、じゃあストライプの彼女は、はい、チーム、はい、私だけ別の AD みたいになってるよ、大丈夫それ。3、2、1、9。はい、 AD さん本番いきます。3。最初からインパクトあったもんね。メイドカフェでメイドしております。あ、メイドのスタイルじゃないですね。はい、ちょっと今行くところだったので。なるほど。メイドの名前はメルと言います。メルちゃん、はい、よろしくお願いします。そのメイド以外は何をしてる普段は、ね、エステティシャン。なるほど。別にアイドル目指してるわけじゃない。そうですね。奇跡の出会いでした。あの、私が、まあ、最初冒頭が上級3年って言うんですけど、はい、そしたら皆さんも一緒に上級3年って言ってほしいんですよ、はい、上級3年これ晴れんねん。上級3年奇跡だったらこちらも負けてないぜ。今日はアイドル目指して苦節7年の意地を見せたいと思います。研修生。あの、シュタインズゲートってアニメ知りません？はい、知ってます。僕ね、原作者なんです。うちのサークル。はい、意外にすごいんですよ。そうなんです。見てくれてるんですか？見てます。萌え。どうでした？今レベル萌えが出ました。萌え、今レベル18だそうです。以上がノミネートされた皆様です。果たしてこの中から栄冠を手にするのは誰だ。さあ、おなじみの顔が揃いました。ツンツベ素人新人賞受賞するのは誰だ。メルちゃん。ツンツベ素人新人賞は秋葉原で奇跡の出会いを果たしたメルちゃんに決定。メルちゃん、おめでとう。秋葉原に来てよかったね。おめでとうございます。明日はいよいよザ・ポッシブルの単独ライブだな。楽しみだね。それと来年のライブも決まったよ。何か新しいことを挑戦するみたい。新しいことってなんだ。これは絶対見に行かないとね。自宅のプレイステーション3で簡単カラオケ、人から練習にぴったりな機能がたくさん。ジョイサウンドライブ。家から一歩も出てないのに本格的
適なカラオケができるのか、うん、採点機能もついてるしね、うん、音程チェックもできるから友達に披露する前にも練習できるよね、うんうんうん、競わせてみた。怒涛の対抗戦チャットも終了し、残すは今夜の私立号。調理ユニットには次週特別 PR とさらなる出場権利が。さあ今夜も行ってみよう。さあ今夜も始まりました大好評競わせてみた。早速挑戦者の紹介をしたいと思います。ミスヤングチャンピオン2011堀川美香子番組恒例萌えシールを多数獲得しましたキングオブ萌え賞の発表です。ノミネートされた皆さんはこちらです。よろしくお願いします。常連さんが出てきてますけどもね。さあここはですね、はい、皆さんになんか人萌えポーズが萌えコーナーとか、ね、動きをやってもらってパフォーマンスしてもらって、はいはい、審査員の皆さんに票を入れてもらうという、ね、最後に一気に逆転がありますから、はい、じゃあ美味しくなるおまじないかけます。せーの、萌え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 、つんくさん、つんくさん、手あげて手あげて、いたいたいた、おいしくなれおいしくなれ萌え萌え、はい、おいしくなりました。あー、これで食べるんですね。なるほど。お店でやるんですか。はい、この長さで。そうですね、割と長めに。あー、大変だ、オムライス食べるのも、踊るの好き好き泣き虫だけど、うえーうえー、全力ピコーン届けたいピコーン。ありがとうございます。せーの、あいちゃーん。ん、おうわ、もうずるい、まあ、持ってかれましたね、これね。はい、あ、なるほど。洗濯機体張ったネタですよ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いやー、いいですね。顔が真っ赤になったとこがいいですね、途中から。そうだね、あの、こうやってノミネートされて、うん、すっごく嬉しいよ。オッケー、いい感じ。かわいい。私が尊敬する嗣永桃子さんのモノマネをして、今の気持ちを述べたいと思います。なるほど、いきますよ。はい、お願いします。私なんかがノミネートされて許してにゃん。なんなんですか、この茶番は。以上です。ありがとうございます。なるほどね、団体されてるからね。仲間がキングオブ萌え賞はゲスト各組による萌え入札で決定します。ちなみに俺はあの子に1票、ロミー1票、はい、ありがとうございます。1票入りました。メルちゃん1票、ありがとうございます。白崎愛1票、ありがとうございます。白崎愛2票、うー、社長いるからね、あそこね。あ、エディ渚1票、エディ渚入ってます。メール1票、あ、やった。ロミー1票、はい、ということでダブル受賞でいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、ということで、ということでキングオブ萌え賞はロビンちゃんとアイちゃんのダブル受賞。でもさ、なんであっちゃんの洗濯機のモノマネなんかやったんだろう。秋葉原の新名所、アイドル育成型エンターテインメントカフェ秋葉原バックステージパスがついにオープン。笑いのアイドルキャストたちはあなたが来るのを待ってます。秋葉原へ急げ。占ってみたの母ツンツベ週末占い。さあ今週はクリスマス、どんな週末が待っているのかな。それでは行ってみましょう。占ってみた。まずは総合運11位から2位まで。第10位、カニ座。クリスマスのキーワードは香りと光。お家に恋人を呼んで手料理を作ってあげるといいかもよ。そして乙女座のあなた、新しい自分にチャレンジすると素敵なことが起こりそうです。それではクリスマス最も運勢がいい星座はどっちかな。見た
しもーし。あ、もしもし、AD 渚と申します。あ、渚さん。はい。クリスマス、ちょっとね、なんですか？天気が最悪です。12位です。12位？それ最下位じゃないですか？最下位ですよ。あのね、はい、出会いのチャンスがね、結構ちょこちょこあるんだけど、はい、その中に良くない人が結構ポロポロ混じってるのね。だから一人で過ごすっていうね、はい、なのでちょっとツンクマレインボーを送っとくから、それ待ち受けにして、はい、乗り切って。なんやって、クリス、あ、これですかね。来ました。え、かわいい。まあね、クリスマスはこいつとちょっと過ごしたいと思います。はい、平野さんのクリスマスの運気は最高です。三田の母さん、ありがとうございました。やりました。嬉しいです。詳しくは占って三田の母番組携帯サイトにアクセスしてみてね。さあ、やってきました。こちらがカリフワの下北沢店です。じゃあ失礼します。わー、すごい、いい匂いする。これやばいですよ。ネギどうすよ。わ、完成。わー、うん、おいしい、うん、幸せ。ツンツベ見たよ。ラスト頭半額。プロジェクト勝手にツンキングの投票はご覧のアドレスから。そして映画初姫ナンバーワンが2012年4月7日よりロードショー大決定だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。2011年ツンツメ大賞の発表です。さあ、いよいよツンツメ大賞の発表だ。ワクワク、ドキドキ。ツンツメ大賞は来週。